チャンネル還元なんで喋った急にやる？クイナさんやって、これ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 やって、いいですか？そこやって、やって、やって。さあ、チャンネル会員限定2個。うん、シークレットコーナーはこちらの皆さんをお配信をお送りしていきまーす。聞き取るわ、聞き取るわ。ということでございましてね、ロイさんとポイドルさんでお届けしますけれども、はい、もう一緒にね、ツアーを回ったなんていう話もありましたし、はい、全然、はい、そう回ってないの？回ります。待てよね、回していただきました。だいぶ打ち解けたんだよね。ねえ、はい、はい、そうちゃんと死んだ。かわいそうだよね。はい、うん、でも可愛くてなんか、うん、やっぱりね、あの、うん、僕らずっと若手若手って言われてたけど、うんうん、最近なってこうね、ポイドルとかもいわゆるほんまにもう若手が出てきて、うんうん、僕らも8年目じゃないですか、うん、ね、おっさんやなと思っていや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 、でもなんかこう、うん、やっぱこう自分らはあ、やっぱちょっと先輩になってきたんかなみたいな。あ、そうだから年下の子がやっぱ可愛いし。なるほど、昔の自分たち見てるみたい。可愛がってあげてよ。へぇ、まだ慣れてない後輩にはい、ということでございまして、ここではですね、みんなでジェンガゲームをやってもらいます。お、はい、みんなで協力してやってもらいます。お、はい、ま、一応説明しますけど、順番にジェンガをしに行ってもらいます。後ろのテーブルに、はい、カメラもついてありますのでね。ジェンガをの裏にはお題が書いてあります、うん、エロいやつあるかもしれない、あるかもしれない、あるかもしれない、ね、うん、ホイドルと何でもないで、それに答えていただいて上に積み上げていただくと。裏に何も書いてなかったらもうそのまま積み上げるということでございまして、嫌なやつやったらそのまま積み上げて、そうです、そうです、積み上げる制限時間もね、30秒とかあるので、で、崩しちゃったら罰ゲームです。死ぬ死ぬ厳しいね、重いな、必死でしょもうメンバーは1個もらいます。あー、罰ゲームもらういや、いけるよ、決めないと。だってこれ、あれだよ、みんな協力だから。あ、対戦じゃないか。対戦じゃないか。対戦じゃないか。協力だから。そうなんや。協力だから。ポイドルぶっ倒す対決したいなんでバチバチなの。難しいです。協力で、やっていきますので。え、これゴールは、ゴールは倒れるまで20時25分ぐらいまで。あ、なるほどなるほど。いけたらクリアにします。なるほど、よろしいですか。 OK です。じゃあ順番、じゃあ交互に行きます。そうっすね、うん、交互に行こうか。まずじゃあ行こうかで、じゃあ交互にね、どんどん代表を出していってください。よろしいですか。ルールお分かりいただけた？分かりました。りょうくん大丈夫？あ、大丈夫っす。ほんと？めっちゃ生意気やんか。ソウタくんがちょっと大丈夫、お腹痛い？あれですよ、負けたらメンバーを取られる。違う違う違う、自分的に負けたら死ぬんだよ。違う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 、ダメダメダメ、ロイズに入りたいからこう自分でこかしていくんだよ。俺とロイズ違います。罰ゲームはね、もう昔やったんですけど、かっこいいセリフシルトロやりますわ。はい、から恥ずかしくなっちゃうんで、頑張ってジェンガをどんどん積み上げてください。じゃあ制限時間1人30秒しかね、渡せませんからね。はい、じゃあ、小井戸さんは7さんから。はい、僕から行きます。行きますよ、よーい、スタート。はい、もう急いで急いで。7、分かってるな。これ、作り暮らしい。そうそうそう、まだ全然時間あるよ。質問は書いてない。はい、じゃあ次。書いてなかったです。ここもずっとやっていいんすか。なんで一人でやるの。ちょっと待って。はい、次、ロイさん、誰。調子いいと思うや、調子いいと思うや。トメさん、はい。え、これ下から崩したらいいんやんの。30秒よ、30秒よ。うん、手振るから。あそこ行く。なんでな、やばい、置くときがやばい。めっちゃ手震える。あんま声出す、まだ大丈夫です。声出すなってあんま、うん、声に死んでる。誰やスタメンいたの。はい、次、よいスタート。はい、30秒余裕だね、これね、まだね。分かってるな。いっちゃん下向こう、いっちゃん下。そんな先輩やったんだよ。キュンってやればね、抜けるかもしれない。あ、動いてるぞ。うん、あ、おっせ。あ、怖っ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 、無理だよ。今一番欲しいものは。うわ、そんな、いい質問。いや、それさ、ご褒美、ご褒美。またもう椅子座って、みんな椅子座ってやって。そうするとカメラ映る感じになる。椅子座るやつ。そうそう、一番欲しいのはカメラあるから、そう座って、はい。一番欲しいもの、え、あ、これですか。一番欲しいもの、でもいいやで。え、普通にある、あるものでいいんですか。お金、お金、お金、めちゃくちゃ。いや、じゃあお金です。俺ら7
先輩だ。黒いな。そういう人たちじゃないんだから。黒いな。現実を教えてあげます。次ロイさん誰ここでいくか。はい、30秒よーいスタート。はい、うん、すげえ揺れるよ。もうやだねこれ。すごいでした。あ、もう全然時間ある。何も書いてない。ちょっと船プルプルしてるよ。はいはい、次ポイドルさんどうぞ。そうだよ、ぶつかんないようにした方がいい。うん、座ってね。頑張って頑張って頑張って。うん、オッケー。つらよつら。まあ、いよいよつら。影響を受けたアーティストは桐生の都会淳二さんです。うわぁ、質問ばっかり引くな。トマ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 トどんなタメ口なんですか。距離が。おお。あれ？これ置いたら倒れます。でもエヴァ時間ない、あと10秒しかない。まあまあまあいいでしょういいでしょう。はい、じゃあこっからは制限時間15秒にします。なんで俺だ。なんとなくなんとなく。よーいスタート。ワンタッチで倒した。ちょんちょんか。ションだけでいった。罰ゲーム。やったー。これ先輩も連帯責任ですから。え？え？あ、全員だ。あ、そういうやつですか。みんなで。あ、そういうこと。だから言ったの。だから罰じゃないって感じか。なんと。おいおい、すいません。ちょっと待って、終わりないやん、これ。おいおい、やべえ、おいおい、全員だ。全員で罰ゲームをやってもらいます。かっこいい。かっこいいセリフしりとりはやってってもらいます。かっこいいセリフしりとりね。そう、なんか自分がかっこいいと思ったらいいんですよね。そうですよ。例えば、ポイドルのルだったらルで始まるかっこいいセリフを言うんです。なんだろうな。僕らの曲。ルルルーレットみたいなもんだぜ、人生は。おー、どういう、まあ、あんまかっこよくなかった。例だから、例だから分析しないで、うん、みたいな感じでね、順番にやっていきます。なるほど。ルーレットみたいなもんだぜ。あれ、振り返る。かわいそう。やめて。ちょっと恥ずかしいやつ。この後やるんですね、皆さん。大丈夫。だから、じゃあ候補に出していこうかな。はい、はい。じゃあまず奈々さんからいくじゃん。じゃあ僕からいきます。じゃあ最初の言葉何にしようかな。じゃあ奈々さんのな。してくるんですよ。な。なから始まるかっこいいセリフをあそこでね。あ、あそこで言うんですか。ここでいい。あっち行く。あっち行った方がいいよね。マイクが遠い人もいるからね。うん。じゃあ奈々さんがそこに座って。運動回って。強い。なるほどね。はい。じゃあ行きますよ。なで始まるかっこいいセリフをお願いします。泣いても笑っても。俺たちは生きていく。おお、うわぁ、なんか真面目っすわ。あの、先輩もっとリアクション取ってください。お願いしますね。くです。生きていくのく。誰いきますか、アロイさん。くあの、無視やめて。無視はやめてよ。くあ、オッケー。あ、じゃあ、すみません。くだよね。くね。くいきますよ。できたら。オッケーオッケー。じゃあ、くで始まる。これカメラここ。くで、あ、いい。いいいい。あ、もういいよ。かっこいい。もういいな。もういい。もういい。うん、じゃあ、くで始まるかっこいいセリフお願いします。食われる前に食ってやれ。うわいい。いい。これはかっこいい。羨望な眼差しです。レ。レ。レですね。さあ、いい流れ来てるから。レで。僕なんかいっちゃえな。なんさん、いく。僕ですか。レ。レ。今ちょっと見習ってポーズとかさ、あ、そうあれとか見習わせてるね。うん、レやね、レ。もう最初のな空気出そう。かっこいい感じの。そう、かっこいい感じの空気。うん、いやー、かっこいい。かっこいい。テーブル、かっこいいわ。テーブルの上に足を置こう。いい。大丈夫ですか。一回ですか。全然いいよ。すいません、いいよ。うわー、いいよ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 、
足長いよ、足長いぞ、これスクショしよう。いや、かっこいいぞ。レで、レですか。いきますよ、レで始まるかっこいいセリフお願いします。恋愛するのは俺だけにしとけ。おー、いいよ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 、良かったですね。でも良かったんですけど、ただテーブルに足を置くのとちょっと待ってください、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 一瞬いいって言うかなと思うんですよね。騙されないで、先輩厳しいね。じゃあ俺だけにしとけ。けけね、はい、ロイさん、けけけけ、誰誰でもいいですよ。けじゃあ食いなさい、行こう。よし、けけね、準備できたら教えていただいて。さ、見て先輩の可愛いな。でも乗せてはないよ、乗せてはない、乗せてはない、気遣って確かに、うん、かわいい。いいっすよ、いいっすか。けで始まるかっこいいセリフお願いします。毛虫みたい。うおー、誰やねん、セリフした。じゃあ、じゃあ、K またこっちに戻そう。はい、ちょっと待って、K ね。K? K、ね、うん、じゃあ、りょうくん行こうか、K ね。考えてね。大丈夫、りょうくんらしいね。あともう、だいぶ先輩がサポートしてやるから、どんどん行け、お前ら。いいよ、いいよ。行ける?かっこいい。ちょっと待ってください。めっちゃ偉そうや。めっちゃ偉そう。めちゃめちゃ偉そうって言いますよ。今、今のとこいいって感じ。いいよ、いいよ。あ、優しい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 、皆さんこれ、あの、好感度アップみたいな。ありがとうございます。そんな飲みなそうじゃなかった。あ、いける?じゃあ、いいですか、いくよ。けで始まるかっこいいセリフ、けですよね。大丈夫です。じゃあ、けで始まるかっこいいセリフお願いします。蹴散らすぞ、この野郎。あ、楽しそう。あ、楽しそう。いや、まだやばいよ。楽しそう。いい、強そうな。蹴散らすぞ、この野郎。痺れましたわ、よかった、ギャップが良かったよ。じゃあ、ロね。ロ、この野郎、ウか、ウだ、ウ。はい、じゃあ、ロイさん、ウ。じゃあ、ロイさん行こう。ウね、リベンジね。もうあんなことはないようにね。はい、分かんない、もうちょっと呼吸止めて。何回やるぞ。うん、ウっすか。ウね、ウね、考えていただいてね。大丈夫です、もうすぐ行けますよ。早いな。じゃあ行きますよ。はい、ウね、始まる、かっこいいセリフお願いします。うどんみたいなもんだぜ、人生は。深いよね、深い。深いと覚えたあるフレーズやな。なんか昨日聞いたことあるね、その話。深い覚えたあるフレーズやな。あれやろうね。うどんみたいなもんだぜ、人生は。そうですよ。うどんもいっぱいね、コシがあったり、柔らかかったり、茹で加減で結構変わってくるじゃないですか。しかもポン酢でも合うし、おつゆでも合うし。本当にうんうんってなってんの。いや、結構中身ないよ、今。後輩まで先輩だから、うんうんって。まあいいでしょ。えらいえらい。じゃあ、わ、人生わ、わ、わか。じゃあ、わいうえおのわでいっか。わ、はだと、はでもいいし、どっちでも、わでもはでもどっちでもどっちでもいい、はでもわでも、わ。さあ、そういうの苦手なんですよね。そういうのダメなんですよ。まあ、聞いた人いないから。多分みんなそうやね。いや、形からやろう、形から。そうそうそう。赤はね。形から、形から。あ、そう、いい、いい、いい。あ、こっちよ。カメラ見て。それそれ、こっち。ポーズやっぱ大事。うん、ポーズ。かっこいい。今腕組むよかったじゃん。怒り言論みたいな。いい、あ、いい、いい。じゃあ行くよ。赤はで、か、あ、まだ出ない。あ、うん。え、はい。行きますね。それでは、お願いします。忘れられない一日にしてやるよ。おゆいいしてやるよ。普段から言うとるわ。いや、これ言ってない。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 これは言ってない。いいな。うん、よね。やってない人は小田さん、やってないね。やってないよね。やってない。やった感じ出すね。やってない。やった終わりましたよ。水飲ますだけっすよ。そうだよね。水飲ますだけっすよ。小田さんで声と撮影もやったもんね。はい、最後、ともやさんでしょ。また僕撮りっすか。うん、それで、今日のともやさんだって、もういや、キリキリっすよ。最後、僕滑って終わるの嫌っすわ。いや、できる。いや、滑らないよ。滑るとかじゃないねん。あ、かっこよかった。そう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 。じゃあ、コーナーさん行こう。な、え、よ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 、
ヨってヨだろ。ヨヨ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 ヨじゃ最後いいもうこれで決めてよ、トマさん。いい入れて、決めてよ。いや、今ので終わりでよかったんじゃないか。最後思わず、苦思いが。ちょうだいよ。いいいいね。いいはね、こう、なんか生きるとかそういうあー、まあ、なんかなってるから全然いいか。人生君的なものもね、でもいいですし。もののけ姫みたいな。もののけ姫、うん、あー、いいかもね。いいか。深呼吸しようかい。うん、トモヤ大丈夫よ、うんうん、しっかり見てポイドの他人を見るみたいな。ちゃんとポイドを応援してみて、先輩がちょっと頑張って頑張ってって。いやーいいかーポイドかー。素敵な一言待ってた。じゃあまずポーズをね。あ、そんな感じいいですかね。いいですね。いいかー。いきますよ。いいかー。いけます。いや全然まだ無理っすね。まだ無理ね、結構時間かかるね。じゃあもう適当にいきますね。いきますか。じゃあ、いで始まる、かっこいいセリフ、カメラ目線お願いします。イカのような体でお前にまとわりついてやる。え、ちょっと聞こえた。え、だから、ポイドル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 、最後、最後、締めて、締めて。ポイドル、俺、絶対ダメなんだ。ポイドル、誰が行く、誰が行く、誰が行く。あ、行っていいじゃん。これ言って。俺が、ちょっと指定。じゃあ、指定のね、先輩がの、あの、そう。うん、大丈夫。俺、もう、責任は俺が取るんで。そうだね、滑ったらもうスバルさんせいだ。え、それは会社的には NG じゃない。そんなの言わない。いい、言わなくていい。やめ、言わなくていい。今の一番だけ言わない。言わなくていい。言わなくていい。大丈夫、どうする。やめとこう。やめとこう。ちょっとやめとこう。上同士がまたなんか、やめてやめて、びっくりしたな。よし、じゃあ終わろう。終わろう。あ、じゃあ、まあ、代表者の方がね、お知らせとか含めて一言ずつ言って終わろう。そうしよう。じゃあポイドルさんからいこう。はい、4月4日に、セカンドシングルエウレカが発売されるので、ぜひ、はい、ぜひ手に取ってみてください。いや、ぜひ、はい、こんな野郎、ぜひ最後の野郎。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ナルさんも。はい、ということで、ロイズ、明日、5枚目のフルアルバム、ワールドイズマインが、リリースされます。最後の野郎。